はいいどうもお疲れ様でござまます、まあ今ね介入観測が出てるんですけどもまあえ円上昇してますんでこれ介入でしょうねまあ正確に明日の朝財務省あたりからニュースが出ると思います金融庁かあたりからニュースが出ると思いますけどもまあもう儲け時ということもありますよねやっぱこう私たちのような投機をする人を排除しようとして介入するんでしょうけどもうんやっぱりね介入したところで投機マネーは うんまあ、流れ込んできますよね、こういうところに。今、147円台なんですけども、また一瞬でもね、146円台入ったら、新しいポジションが取れるんじゃないかなと思います。あ、行きそうですね。なんかね、今ね、146円台に入ってきそうです。現在がこれです。あ、146円台入りましたね。それじゃあ、まあ、ちょっと忙しくなりそうです。